何遠慮しとるんや、マジマ。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん。水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今立花不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そないなことになっとったんか。せやけど安心せい。全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそりゃ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一粒は見たか。あ？殻の一粒は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東条会の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東条会の跡目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東条会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東条会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った立花不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから立花不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。はん、それ言ったら兄弟も同じだ。
今は直系の島の組も元を正した堂島組の系列。堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。はなるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東条会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東条会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東条会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、マジマ。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日神室町でセラを見たもんだ。あ、なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや。わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東条会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ、真島。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせんだよ。おい、おい、てめえ、
待てよ、こら。なんかこいつヤバくね。バカやべって。肩ぶつけたろが。謝れっつんだよ。どうでもええ。は？好きにせえや。マジかよ。俺上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺にもやらせろ。あらあらあら。おい、待て。誰だてめえ。真島言うもんや。道島組の錦山来とるか。え、錦山さんのお知り合いですか。いや、これから初対面や。ああ、てめえふざけてんのか。何者だこれ。錦山おらんのか。うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。おら、消えろっつんだよ。よせ、そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って、真島五郎ですか。3年前島の組から消されたって話だったがな。間違いねえ。あんた誰や。風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある。あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか。なんやと。お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせえ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。